敷原氏です、こんばんみ。今日は港湾来てます、港ですね、船が止まってます。ちょうどええ塩梅に明かりもついてます。明かりもついてるから小魚が来ますね。小魚が来たら大きなシーバスも来るということで、今日もこのイカデビル、ハンドメイドルアーのイカデビルで釣ってます。今日はこれは11センチか12センチかな、これこっちの方がいいかな、ちょっと引きますね。はい、やってみましょう。こんな塩梅ですね、今の状況。こんな感じで船が止まってます。あの明かり周りに魚がいるはずです。さて、やってみましょう。チャーチ。はい、こんな塩梅ですね。ちょうど船の影、あそこにシーバスが潜んでいるはずです。多分ね、ええとこ投げたら 2,3 回で食ってくると思いますよ。さて、投げてみましょうです。これなかなか映らんからね、明るく。それから一回、さあやりましょう。風が左から右ですね。いないかな。はい、とこ行った。これは釣れるかな。これ釣れますよ、きっと。来た。シーバスですよ。お、ええ方、ええ方です。おう、おう、おう、突っ込みます、突っ込みます。はい、タモ投入です。はい、置いておいて、なかなかね、はい、ネットインです。
トイレしてない。やばい、抜けた抜けた抜けた、やばいやばいやばい、外れた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 、山ついちゃった、やべやべやべかった今のは。外れてもう一回かかった。はい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 、はい、危なかったですね今のは。はい、シーバスです。はい、60ないかギリギリあるからないかな、ちょっと測ってみましょう。今年初のシーバス、イカデビルテロですよ。はい、綺麗なシーバスですね。暑いな、危ないところで逃がすとこでした。じゃあちょっと測ってみましょうね。知識、何がめんどくさいって言ったらね、この仕事が最悪なんですよ。あー、かかるかかる、目にかかってみる服がぐちゃぐちゃなんですよ。はい、今日の一発目ですよ。ルアーはハンドメイドルアー、イカデビル、イカデビル12センチありますねこれ。はい、そんな感じで、はい、ちょっとライトライト、今日の一発目は58センチあります。もう上流で来てますから今日。はい、こんな顔ですね。こんな顔してますよ。顔してますね。はい、まだおると思います。まだまだイカテーブルで釣ってみたいと思います。はい、今度は刺さった。はい、さっきのがこれですね、イカデビルテロで、今から12やから、これが、9センチぐらいかな。ちょっと小さめ投げてみます。おこちょ口、おちょぼ口、おちょぼ口言ってないな、おちょぼ口にします。釣れるかな、やってみよう。ちっちゃいね、今度は。ちっちゃいちっちゃい。ちょっとかな、映ってますか、映ってますか、映ってますか。はい、取り込みます。これだか。
ました。はい、今日の2発目ですよ。ちょっと小さいです。45センチですね。まあこんなもんでしょう。はい、ヒットルアーイカデビルの9センチです。はい、まだ釣れますかな。まだまだ頑張ります。なんとなんと3匹目メバル来ましたよ。メバルです。何センチあるんやこれ。何かな、20、もうちょっと近、はい、こんなもんか。おい、こんなもんやね。20、21、23、24ぐらいありますね。3か4ぐらい。ドルアーはイカデビルです。まさかのメバルです。はい、ありがとう。君はちょっともう僕の狙いじゃないから逃がしてあげよう。いいんじゃあれ。はい、さて、はい、今日の3匹目はイカデビルで釣れた3匹目はメバルちゃん。はい、4匹目いきますよ。今までね、左舷で釣ってたんですけど、右舷の人がね、帰られました。散々やって1匹も2時間ぐらいやってたかな、釣れませんでしたが、さてそれはルアーが悪かったのか、ちょっと実験してみましょう。はい、はい、さっきと同じイカデビルテロの9センチ投げてみます。来るかな。あ、ちょっと離れたね。これで来たらイカデビルすごいよ。出たけど、乗りませんでした。来たのかな。おるのはおるね。あれだけ、どこ叩かれても、イカデビルは立てますよ。もうちょっと、左に投げたんやけど。さあ、どうかな。カメラでね、撮られるのもね、見くなんじゃん。シーバスがボワーンとバイトしてくる瞬間が見えるんですけど。大きいよ、これ大きいよ、大きいよ、割と。ほら、来ました。うい、割と A サイズかな。あ、A サイズや。60あるやろ。60ありそうです。60ありそうです。
い。取ろうかね。あ、引っかかった。ね、おいでおいで。おいで。はい。はい、残念でした。僕の勝ち。はい、今日の4匹目はシーバスです。シーバス、はい、イカデビルテロのイカデビル、この方がいいかな、マイク近いから。イカデビルテロの9センチ、さて60はあると思うんですけどね。今度はちょっと測ってみましょうね。よいしょ。嘘つきました。60ありません。河原前60だったと思ってないけど、50?55 ぐらいかな、55センチぐらいですね。6あるかな、56ありそうです。はい、ヒットルアーはイカデビルテロ9センチ、ハンドメドルアーですよ、私が作りました。よし、これまたライブで生配信したいと思います。はい、寒いです。もう、12時過ぎましたんで帰ります。ちょうど今ね、今満潮で、潮止まりになってしまいました。あと2時間3時間待っちゃったらまたね釣れ始めるんですけど、もう3匹持って帰れるんで今日はもういいやっていう感じで帰ります。今日のこっちだね、カメラ。今日のヒットルアーはこれですね。イカデビルのこれが9センチって言ったのかな。これにね、あの買い取った結構釣れましたね。今まであのココアベリーがね60オーバーがあるんです、口が回らん、アベレージが60オーバーなんですよ。だから12センチでも釣れたんですけど、今日はねちょっと時差があったですね。60ありませんでした。ということで、これが12センチから9センチに落としたらバタバタバタって釣れ始めました。まあそんな塩梅で今日もハンドメイドルアーイカデビルが活躍しました。じゃあ帰ります。これは明日もね、明日ライブする予定なんですけど、ライブ中に出んにはね間に合うのですよね、釣り。ちょうどねまた遅くなったらタイミングはずれますんで、どうしようかな、明日来ようかな。またあのライブが終わって考えたいと思います。じゃあまた。